聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。本作で関西福井編も6本目、旅の舞台はいよいよ福井県に移ります。ちなみに現在地は滋賀県北部の近江塩津駅です。これから北陸本線の列車に乗って福井県内に入り、福井市内で一泊する宿と美味しい料理がいただけるお店をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速福井市を目指します。2023年9月1日午後4時2分、近江塩津駅出発です。敦賀駅の3番ホームにいまして、次の16時38分に敦賀駅を出発する普通列車を待っているところです。ご存知の方も多いと思いますが、来年には北陸新幹線が延伸するということで、取り巻く状況も変わるんじゃないかなって聞いてます。割とゆったりめで座り心地が良さそうです。2023年9月1日16時38分敦賀駅出発しました。50分後には福井駅に到着です。現在僕がいるのは福井駅4番ホームです。では早速第一の目的、今晩泊まる宿に今から向かいます。敦賀駅のホームでも見た恐竜のモニュメントが福井駅の構内にもありました。お願いします。福井駅の外に出ました。目線を少し左にずらすと、恐竜画を前面に押し出したデザインになってます。もっとずらしてあげるとホテルの目の前、やっぱりここにも恐竜がいる。恐竜にびっくりしてカメラをずっと向けてました。目的をちゃんと思い出さないとダメですね。路面電車走ってる。見つかりました。一晩お世話になる福井パレスインさんです。早速チェックインします。ここが一晩過ごすお部屋になります。部屋の電気をつけてみました。というわけで今回一晩過ごす部屋ご紹介したいと思います。
今回予約したお部屋、こんな感じになってまして、今回の福井パレスインさんに関しては、ジャランさんで予約してます。真ん中にベッドが1機と、奥の方に照明、ティッシュと目覚まし時計もついています。カーテンの横にテレビがあって、ホテルを利用するにあたっての注意書きですとか、給湯ポット、ドライヤー、電話機もついています。補足しておくと、今回福井パレスインさんを選んだ理由がこの鏡です。着物の着付けをするのにとても便利だなと思って決めました。通風口の真下を見ると、ハンガーが全部で4本、そして靴べらもあります。中はユニットバスタイプになってます。手前にトイレがあって、奥の方に鏡もあって、バスタオルとタオルもあります。シャンプーとボディーソープはこういった形のものが用意されてます。湯船の中はこんな感じですね。ここに足拭きマットがあります。実際に宿泊利用するときに気をつけていただきたいことが一つあります。ここに浴衣があるんですけど、部屋には備え付けてありません。どこにあるのか。これ、フロントのすぐ横に重ねて置いてあります。同様に、歯ブラシセットとヒゲ剃りのセット。これもフロントの横にたくさん置いてあります。必要なだけキープしていただいた方がと思います。福井に来るまでに随分汗をかいたので、寒いに着替えました。これから美味しい料理をいただけるお店、向かいたいと思います。今回ご紹介するお店は、福井パレスインさんから歩いて1分かからないところに、おしゃれなワインバルを構えていらっしゃいます。見つかりました。ワインバル、ポンデンさん。ワインを飲むのも実は久しぶりですし、早速入ります。いただきまーす。ビールがうまい。テーブルチャージ来ました。テーブルチャージからすでに感動の嵐。2杯目はカリフォルニアブレンドの赤ワインです。吸い込んだだけで甘さが体中に広がっている感じがします。爽やかな甘みがふわーっと広がっている、そんなワインです。メインディッシュ、唐揚げ頼んでみました。熱々で美味しい。マヨネーズでさらに美味しく感じる。白を選んでみました。先ほどの赤の濃厚な味わいを爽やかさに置き換えたような香りがします。癖がないから飲みやすいです。グリーンサラダ来ました。ドレッシングは控えめに、野菜のそのままの味を楽しめるサラダになっています。4杯目、水人参が来ました。すっきりした感じ。こちらビスマルクというピザです。カットはしました。
幸福感を味わいビスマルクです。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。福井パレスインさん戻ってきました。そろそろ部屋で休みたいと思います。今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の関西福井編第7話はこの福井県で100年の栄華を誇った越前朝倉氏の史跡が残っている一条谷朝倉氏遺跡を訪ねます。どうぞご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。